成田先生がひろゆきさんは美人にやったら噛みつくと言ってましたが本当ですか？あのこれをね、はい、まずメディアって、うん、群馬県が主催してる湯煙フォーラムってやつで、うん、消息不明っていうので、やば、成田先生は良くないです。成田先生がひろゆきさんは美人にやったら噛みつくと言ってましたが本当ですか？あのこれをね、はい、俺前も説明したと思うんだけど、うん、まずメディアって、うん、ブサイクの女性を出さないんだよ。で、喋れる人を集めると、うんうんうん、だいたいおっさんかおばさんなのね、うんうん、でも花がないから、うん、若くて喋れそうな人はボンボンブッキングされるのよ、はい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 、で、そういう人って中身ないんだよ。そうね、喋れそうな感じの経歴で、うん、チヤホヤしてくれるからこういう場に何度も出てますよっていうだけで、うんうん、全然中身がない人に、うんうん、若くて綺麗な女性である確率が高いってひげまゆさんが言ってました。言ってません。うん、だからあの本当に綺麗な人いなくて、うん、あんまり綺麗じゃないけど綺麗な感じがする三浦玲子さんがうまくいってるのは僕の中でありなの。いや、三浦さんは美人だよ。お前何を勘違いしてるか分かんないし、ちょっとフランスのね美的センスと混同してるかもしれないけど、美人だと思うな。いやだ、三浦さんだから実力で来てるよ。ああ、なるほどね。いや、髪は綺麗。いや、もう髪も綺麗ってことだよね。うん、だそれでその三色権利ね。うん、まあ、もう喋らなくていいんじゃないかな。そう、ね、うん、はい、はい、ありがとうございます。GK さん、OK 鉄道大学の生配信、成田先生も出演予定ですか？知らないでしょ。ね、うん、その僕群馬の草津に来たじゃないですか、はいはいはい、でその群馬県が主催してる湯煙フォーラムってやつで、うんうん、1日目はその群馬県の知事の山本一太知事と、あ、はいはい、河野太郎さんが来たの。あ、すごいじゃない。で結構豪華なやつで、ね、で2日目にその僕と成田先生がその200の収録をするっていうのは前もって決められたんですけど、うん、まず成田先生が来ないと。え、で、じゃあリモートでつなぎますって言って、うんうんうん、リモートでつながらさったんだけど、うん、あのいらっしゃってるペルーで、うん、あのクーデター騒ぎがありまして、インターネットつながらないので消息不明っていうので、やば、あ、だから心配してたんだ。はい、なんであの石田さんと僕とパンダさん3人で喋るっていう。あら、だからあの成田さんに予定が入っているということの、予定が入っているであればこの人が来るだろうという予想は基本外れると思った方がいいんじゃないかな。それは別にでもまあ、っていうかそもそもさ、そっち行ってる予定だったんでしょ、もともと。なんかもともとは来るっていうはずだったらしいんだけど、ね。あ、来る予定だったの？なんかもともとは。で、それがリモートってことになって。で、え、それは成田先生良くないですよ。でも成田先生良くないとか言い出したら気になるよ、あの人。成田先生は良くないですよ。あ、でもご無事なんですね。あ、よかったよかった。あ、でもなんかほら2日3日前にご無事のが流れてたけど、その後なんか生がないから、うん、無事かどこ行こうがないんだよ。どうするそのペルーのさ反乱軍のさ、うん、一番先頭でさ旗を持ってる成田先生がいたら、やっほーついてこいっつって。いやー、だからあのほら一応クーデター戒厳令になってる状態だからさ、あ、うんうん、そのある程度メディアに関連してる人っていうのだと、うん、変なその要はスパイ的なさ、うんうん、俺らの国のこういう情報を勝手に流そうとしてるみたいな、あ、うん、だからその一般の日本人とは違う待遇になる可能性があるから、うんうん、あんまりペルーにいるとか言わない方がいいんじゃないかなと思って僕らは言わなかったんですよ。ああ、そうなんだ。あえてその海外にいらっしゃってちょっとインターネットが繋がらなかったみたいなのを言ったら、ツイッターでペルーいますみたいな感じで、こいつはアホかと。なんだろうな、成田先生、もうちょっとご自身の価値をちゃんと考えた方がいいですよ。皆さん、チャンネル登録をお済みでしょうか？画面の下、赤いチャンネル登録とかってるボタンクリックタップをしてチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてよければグッド、高評価、こちらの方もよろしくお願いいたします。